湘南ライナー。湘南ライナーは、東日本旅客鉄道、JR 東日本管内の東海道本線を運行する、ホームライナー及び、快速列車の愛称。また、湘南新宿ラインと同様に、東海道貨物線、山手貨物線を介して、新宿駅に乗り入れる湘南新宿ライナーおはよう、ライナー新宿、おはようライナー新宿、ホームライナー小田原についても、 本校で衝突する。JR 東日本の前身である日本国有鉄道国鉄は1984年昭和59年私鉄各社で通勤時間帯に運行されていた特急列車をヒントに東北線上野駅大宮駅間ホームライナー大宮後のホームライナー湖が、コーノス2014年3月14日で廃止。 ついで総武快速線東京駅津田沼駅間、ホームライナー津田沼、後のホームライナー千葉において座席定員制のホームライナー登場させた。これらが好調であったことを受けて東京地区の東海道線においても通勤ライナーを設定することとなり、1986年昭和61年11月1日のダイヤ改正で登場したのが湘南ライナーである。 この改正の前、東海道線では、特急用の185系電車を、ラッシュ時間帯には普通列車として運用していたが、2扉の同系列は混雑の激しいラッシュ時の輸送では、遅延を招いていた。湘南ライナーは、この185系電車のラッシュ時間帯の有効活用を図るために設定されたものであり、それまでの東北線や総武快速線のような、 回送列車の有効活用とは異なった背景での登場でった。列車名は神奈川県内在住者からの公募で決められ、セーラー服を着たかもめの絵柄のヘッドマークが採用された。画期的であったのは、寝台特急を含め全ての列車が停車していた横浜駅通過とした点である。運転開始から利用状況はよく、ライナー乗車整理券を販売する駅には常に、 行列ができるほどの人気ぶりとなった。185系電車では1編成あたりの座席定員が不足することから JR 東日本発足後には2階建て電車である215系電車を当列車用として製造した。これは登場以来最混雑列車に使用されている。また東京発の下りを見ると 運行開始当初20時30分発から1時間間隔で23時30分発にまで4本であったものが2017年3月4日時点のダイヤでは18時30分から21時30分までは30分ごとの7本以降は23時30分まで1時間間隔の2本の計9本が運転されている全列車平日のみの運行である上り列車は朝に 下り列車は夕方に運行される。湘南ライナーは、上り列車が7本、下り列車が9本運行され、所要時間は1時間11分から1時間31分で、ある東京駅小田原駅間。おはようライナー新宿は、上り列車3本の運行で、所要時間は1時間17分から1時間22分。ホームライナー小田原は、下り列車二本の運行で、 所要時間は1時間28分21号と1時間20分23号ある。2013年3月16日現在。湘南ライナーは東京駅小田原駅間である。下り列車は1号、上り列車は4.68.1012号が東海道貨物線、品、鶴線、鶴見駅から新鶴見信号場、いずれも通過間は 武蔵野線重複区間を経由、そのうち4.10号は品川駅終着、6.8号は東京駅総武地下ホーム機である。おはようライナー新宿、ホームライナー小田原は新宿駅小田原駅間である。2013年3月16日現在、上記の停車駅一覧を見ればわかるように、停車駅パターンには以下の法則がある。 新宿駅発着の列車及び品川駅、東京駅発着列車の一部は東海道貨物線の活用により混雑を緩和するという目的を兼ねて設定された。このため、藤沢駅と茅ヶ崎駅では貨物線20両分の旅客ホームが設置され、この列車の発着ホームとなっている。なお、ホームライナー小田原号とおはようライナー新宿号に E351 系が一また重当されていた、当時は12両編成のため、同ホームでは1から3号車を、ドアカット扱いとしていた。215系で運転される上り、湘南ライナーは、横須賀線経由で、新橋駅の地下ホームに停車し、東京駅総武地下ホーム終着となる。また、同じく215系で運転される下り、湘南ライナーは、 貨物線経由なっていたが、2006年3月18日のダイヤ改正より停車駅を増加させる目的で旅客線経由に変更された。旅客線経由の下り、湘南ライナーは9.1315号が平塚、3号が高津5号が平塚と高津で先行の普通列車を射抜く。旅客線経由の上り、湘南ライナーも14号が 平塚駅で普通列車を追い抜く。2016年3月26日現在。2014年3月15日のダイヤ改正より、下りの湘南ライナー3号以降の全列車が、大船駅、湘南ライナー1号とホームライナー全列車が、藤沢駅伊勢は、快速列車として運転されるようになった。普通車への乗車については、定期券。 または普通乗車券の他に、ライナー券、一律510円を必要とする。詳細は、乗車整理券ライナー券の記事を参照。なお、上り、東京、新宿方面域のライナー券については、1ヶ月単位として発行し、乗車券と組み合わせるライナーセット券が、販売されている。グリーン車は、全車自由席で、 満席の場合でもグリーン車内に限って立席乗車が可能とされているが、グリーン券を必要とする。この場合、ライナー券は必要としない。また、スイカグリーン券でも乗車可能である。なお、車内にはグリーン車、スイカシステムは設置されていないが、検察の際、車掌用携帯端末で確認できるため、券売機で磁気券を購入する必要はない。 上り列車は大船駅、または藤沢駅までの停車駅が乗車専用駅で、各列車の停車する乗車専用駅でライナー券を発売している。品川駅、新橋駅、東京駅、渋谷駅、新宿駅の各駅ではライナー券の発売白、乗車はできない。下り列車は東京駅、品川駅、新宿駅、渋谷駅が乗車専用駅で、 ライナー券を発売している。また下りの湘南ライナー1号とホームライナー小田原の全列車の藤沢駅も湘南ライナー3号以降の全列車の大船駅制は快速列車として運転されるため、これらの区間では有効な乗車券類のみを所持している。旅客も普通車を利用可能である。なお、2014年3月のダイヤ改正以前でも大船駅、 藤沢駅西の各駅は校舎専用駅として取り扱われていなかったが、JR 東日本道道組合によるとこれらの駅からの乗車が制度上可能なのかについて明確化されていなかったため、ライナー券を購入せずに乗車する行為が状態化しており、また、それを会社側も把握していたとしている。大宮総合車両センター配置の特急用1 8 5系電車、 251軽電車、及び、構図車両センター配置の均衡計215、軽電車が用いられる。いずれの列車もグリーン車が並結されている。グリーン車を除き全車座席定員制になっており、利用者は購入した、ライナー券に指定された車両に乗車することになる。座席は指定されていない。185軽電車は運転当初より使用されている。 現在は基本編成のみの7 1例両編成及び付属編成の5両を連結した1 2 1号両編成の4種類で運用される。251系は2004年3月15日から使用されており当初より新宿弁のみに運用されている。2号車1階のグリーン個室は締め切り扱いとなっている。215系は1992年4月20日から 使用されている。東京駅で横須賀線地下ホームに到着する列車は、統計列が限定使用されている。2011年現在は3.67.89.24号で使用されている。以下では、東海道線東京口における通勤ライナーの遠隔について記す。なお、車両は全て電車である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。